ギルドメンバーの諸君、こんばんは。ギルドマスターの三宅まりえです。大人になると辛いことや悲しいことで心がすさんでしまうこともあるでしょう。そんな皆様に朗報です。今日はスタッフが調べに調べ抜いた心の美しい2人のゲストに来ていただいております。番組を見て日常で汚れてしまった心をしっかり洗浄してください。それでは行くぞ。今日もハキハキ元気よく、せーの、広く正しく美しく三宅まりえのゲーマーズギルド、イエ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 イ。はい、ということで皆さんこんばんは。この番組はゲーム大好き、ゲーム愛は誰にも負けない三宅まりえが皆さんと一緒にゲーマー愛のあふれるギルドを運営し拡大を目指していくゲーマーのゲーマーによるゲーマーのためのゲームバラエティ番組です。番組の前半は YouTube とニコニコ生放送でどなたでもご覧いただける無料放送、そして番組後半はゲーマーズギルド会員限定放送となっております。番組の感想をつぶやく際にはハッシュタグマリエジージーをつけてください。私やギルドスタッフが覗きに行っちゃいます。ということで、本日の朝礼はしがないゴミの YLL さんからいただきました。ありがとうございます。いや、今日実はね、ギルドスタッフがね、常駐ギルドスタッフ、ここ半年ぐらいのそれぐらいの中だと、ジーヤは、昨今の流行り病に療養期間中に入りまして、軍師はちょっと別現場の前乗りでいない。あとなんだ、進化マンは旅行に行ってしまい、うちにいるのは、一番若い、タッキーだけという、そしてその中から今まで丸時間とかでお世話になっている方々、スタッフの皆さん、ウニナル君とかいろんな方にご協力いただいて、ちょっとね、心の清い方というか、まあ、デトックスをされてる方々がいらっしゃるということでね、清い番組になるんじゃないかと思います皆さん。ジーヤはなんかうんこめとかでなんかお家からやってくれるみたいなんでね、ちょっとまあいつもとは違った感じになるかもしれませんけれども、今日は皆さんデトックスしていってください。ということでですね、早速もうね、心の清いゲストのお二人をご紹介させていただきますね。相原アリサさん、シラスサホさんです。心の清い声優ナンバーワン、ピュアハートドリーム、美少女フィギュアのパンツが大好き、マースプロモーションの相原アリサです。よろしくお願いします。清いね、まあ、なんだけど清くない言葉が今聞こえたけどはい、そしてマウスプロモーションの清楚担当、好きな言葉は清廉潔白、白洲さほです。よろしくお願いしますはい、ということで、なんか久しぶりに、あ、マウスの人たちだっていう、なんか久しぶりにこうマウスを味わえてね、なんか浴びれてちょっとウキウキしてきた。ウキ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 、楽しみね。ということでね、アーリーはなんか、はい、相原アリサさんとしてはもしかして DG で初めて、初めてでございます。以前はね、そうなんです、あのリアリティっていうバーチャル YouTuber とかバーチャルの白玉サリアの方で、一緒にマイクラを遊ばせていただきました。はい、やってきたぶりということでよろしくお願いします。 そして白洲佐保さん、今日は初めてお会いします。そうなんです、よろしくお願いします。白洲くんということでね、心の清らかなお二人来ていただいたんですけれども、はい、ちょっと普通歌をねいただいてたんで読ませていただきます。はい、お願いします。お花の水やり係グランツさんからいただきました。ありがとう。マリエさん、ゲストのアーリー、シラッポン、こんばんは。こんばんは。ゲストのお二人は養成所時代から仲良しの同期であり、うん、先日他の同期含めて4人でお泊まり会をされたそうですね。そして朝方に何やら事件が発生したとのこと、はい、そこでマリエデカにお願いです。詳しいお話ははぐらかされて聞けずじまいでしたので、2人に対してきつく事情聴取をお願いしますということで。あら、同期のお二人。そうなんで す, んです、同期女子4人いるんですけど、先日つい最近、こちらのシラスサフォのお家で4人でお泊まりしまして。あら、いいね、仲良く、はい、朝方に事件が、私はいなかったんですけども、私ちょっと朝にすぐ出なきゃいけなくて、私
お酒を飲むとちょっとあのポチポチする癖があります。そうなんですよ。ポチ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 、課金ネット通販ですね。あちょっとたしなんでしまうところがありまして、はいはい、1100円ぐらいのですね、うんうん、あの小さな本当に小さな座椅子を買ったつもりだったんですけれど、うん、はい、あの間違えたんでしょうね、桁を。同期を送り返そうとして玄関開けたら、私の身長ぐらいの段ボールが部屋の写真だけ届いたんですけど、めちゃくちゃでかい段ボール届いてて、140センチ以上ぐらいのでかいのがあって、ちょっと絶望してしまって、慌ててこうカードの方の決済を見たら1万円超えた、なんかとんでもないでかい座椅子というか、まあソファー一人掛けのソファーを買って、狭い部屋が今ソファーに埋まってます。なんかしかもこれだけじゃなくて、前もなんかこのぐらいの膝ぐらいの小さな棚を買おうとしたらしいんですけど、あの家に行ったらタンスが届いておりました。タンス、そうなんですよね、なんか自分の身長ぐらいのタンス、なんか大家族しか使わないであろうでっかいタンスが間違えちゃったんだよねって言って。そうなんです。だから今入れるものを探していて、何入れたらいいと思いますか。いや1週間以内とかね、開けてなかったらクーリングオフでね、ちょっと送料だけで返品できると。ガンガン開けちゃいました。そうだね、困ったね、困るね。お買い物するときはちょっとまだあのしらすくんはお母さん保護者の方と一緒に注文するといいね。確かに大きい大人の方と一緒に。そうかもしれない。やっぱ魔法のカードって怖いですね。怖い。ターンで行っちゃうからってみんな気をつけて。家族カードとか、なんか保護者の見送りカードとかにしてもらった方が。飲み物もすぐ買っちゃうんで。金使いただ洗ってるかもしれない。なんか一緒に飲んでるときに、なんかすごいちょっと酔っちゃって、はい、で、なんか美味しいお酒飲んだんですよ、うん、で お店の人にお酒の名前を教えてもらって、そしたらサホがすっごいニコニコしてて、アリサ買っちゃったって言って、あのダースでうーん、びっくりした。びっくりしますね。びっくりしましたね。お酒危ないね、酔うと。お酒って怖いよってことを伝えに今日来ました。よろしくお願いします。お酒声優になっちゃう。これが清いか。ちなみにあの二人は最近はアリとかはどういうゲームした？私は最近ですね、いろんな結構ソシャゲ系がすごい好きでハマってるんですけど、まあ、作法も出てるんですけど、私最近もブルーアーカイブってゲームにめちゃくちゃハマっちゃって、ブルーアーカーずっとやってますね。あとはグラブル好きなんでめちゃくちゃやったりとか、聖剣伝説、聖剣伝説すごい好きなんで、聖剣伝説を久々にまた 1,2,3 とやったりとしております。はい、ゲームは好きです。でも FPS は酔っちゃうんであんまりできないんですけど、好きですね。なるほど。じゃあしらすくんはどういうゲーム？私あの、ピクミンを初めてやって、すごいハマったんですけど、なんか一番最後のステージだけクリアできなくて、それでちょっともう心が折れちゃってるんですけど、ずっとピクミンはやってます。すごい楽しい。初めてやりました。楽しいよね。いいよね。一番初めにとりあえず一人で逃げようとね。あー確かに。そう、でもマリエさんさっきもゲームやってましたね、ちょっと今日あのスプラトゥーン3出て、ああ今日発売だったんですね。出たてだ。なるほど。だったら届いてる。あとりあえずこう突っ込んで今日だったんですね。スタジオの Wi-Fi を借りてオンラインで遊んでた。すごい、あのすごい可愛い、あの先輩にも可愛いと思ったのが、たまに多分やられてる時とか、っていう声がすごい可愛くて、目の前ですごいスクラッドやられてるっていう、ちょっと堪能してました。ちょっとそういうゲームとかいろいろやっていきたいんですけども、その前にね、心が清いお二人に、心を浄化してほしいギルメンからお便りが届いてきておりますので、ご紹介します。緊急メンタルクリーニング企画、相原しらすの心浄化タイム。すごい、クリニックですわ。クリニックですわ。今からですね、はい、心が汚れてしまったギルメンから寄せられたお便りを私が代読させていただきまして、はい、お二人はですね、はい、それを聞いてギルメンの心が浄化されるような言葉をかけていただければと思います。はい、浄化、得意技、はい、よろしいですか。はい、はい、まずはそれでは早速読ませていただきます。はい、お願いします。赤の谷さん、ラジオネームが
赤の他人という役職のラジオネーム総資産2円の方からいただいております。ーはい、スーパーの惣菜コーナーで勤務中、半額シールを貼ってもらおうと待ち構えている客がいると、はい、あえて素通りしたり、あえて 30% オフを貼ったりして邪魔しています。私の心は汚れていますか？あっていうことなんですけど、あそうですね、私は許せません。私はいつも8時か21時20時21時ごろ、ちょうどお惣菜が安くなる頃に見に行くんです。わかります。するといますね、あの私がちょっと買おうとしてる時になかなかシールを貼らない方、あなたですか？あそうですね、どうですかね、これ私はちょっともとても悔しいですね、買う側としては。しらすさん、そうですね、浄化されるようなお言葉かけたいですけど、浄化されるような言葉ありますか？罰として100% 引き、これから貼りましょう。実質そしたらあなたも浄化されますよ。 100% 引き、10割引きです。ありがとうございます、浄化されましたでしょうか？浄化されましたでしょうか？気をつけてくださいね。はい、続きましてですね、カセットの端子に息を吹きかける係のニノニモさんからいただきました。ありがとうございます。大事な役目ですね。私は電車やバスで座っている時にお年寄りが乗車してきた際には必ず席を譲るようにしているのですが、はい、内心ではここで徳を積んだから宝くじ当たれ、無料10連ガシャで SSR 出ろ、ライブのチケットをご用意されろと行った善意以上の見返りを求めています。私の心は汚れているんでしょうか？汚れてないですよ、素晴らしいです。ただ宝くじはあんまり当たりませんし、 SSR もほぼ出ません。でもあなたは素晴らしい、最高です。素晴らしいよ。素晴らしい、素晴らしい。私も同じこと考えます。だって人間だもの。あれ、あれ、なんか曲が止まりました。ちゃんとやれってこと？圧を感じる。あなたがやった行い自体は、はい、とても素晴らしい。内心なんて大丈夫ですよ、あなた以外はバレません。知りませんから、はい、思うことは人の自由ですから。はい、素晴らしい。浄化されましたかね。続きまして、自宅警備の黒ひょうさんからいただきました。先週末に愛知で行われたとあるライブに参加したのですが、帰りに乗る予定の飛行機が台風の影響で欠航になってしまいました。空港のカウンターでは受付の人に申し訳ありませんと謝られ、職場の人には災難だったね、明日は大丈夫だよと励まされたのですが、正直なところ、やったー、もう一日遊べるぞ、しかもホテル代は航空会社持ちだしめっちゃラッキーじゃんって気持ちしかありませんでした。帰れず困っている人や職場の心配してくれる人がいる中、遊ぶことしか考えられない僕の心は汚れているのでしょうか？ってことなんです。いや、汚れておりません。遊ぶ心、それは大切な心です。もう年を、まだ若いですけど年を取ると遊べなくなるんです。遊ぶ心、常に忘れないでおいてください。大事、その心、いつまでも心に I love you。 突然の I love you。 いかがですか？それはもうだからあれですよね、普段丁寧に推しているあなたへの、そのライブからの、ライブの推しからのプレゼントです、きっと。だからもうありがとうという、だからもうそのね、ありがとうという気持ちを全て推しに課金しましょう。あなたはどんどん推しに課金しましょうね。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、課金されました。ということでね、皆さん浄化されましたでしょうか？ね、怖いです、これ滑るために私たち今日来ました。怖いです、新人声優なんですけどドキドキしてます。あ、すごいです。でも白石さんのなんかライブに関する、なんていうんですかね、コメントとかはなんか身が入った感じが、すごい思いがこもっておりました。そうですね、自分のことのように、そう、たしなんでおりますから、はい、すごい発汗作用のあるコーナーと、はい、こんなに笑顔でやっておりますけど、背中ベチョベチョかもしれませんわ。この後も、今回前半はですね、アナログゲームで、はい、
で冷や汗をかくと、まだまだかけるんですね。はい、ちょっと困りましたわ。はい、2人のおかげでギルメンの心が浄化されたところで、3人で、清らかなゲームをしていきたいと思います。はい、最初のゲームはこちら、クソリプカルタ。イエーイ。はい、このゲームはですね、はい、実際のクソリプを参考に作成されたカードです。実際のクソリプなんですね、これ。心の綺麗なお二人が今後遭遇するかもしれないクソリプに傷つかないように、ゲームを通してね、事前に体勢をつけていただきたい。クソリプ体勢、はい、心の汚れた大人、汚れた言葉を使う大人になってほしくないと、うん、番組スタッフが、いや、ほぼいないけど、あの、今日 80% 欠席してますけれども、100% 全員で選んだゲームとなっております。いやー、はい、全員なんですよね。全員ですね、はい、私たちが心汚れないように、そうです、まあ、体勢をつけて、そういう話もあるよね、優しい、こう優しくね、すごい強要できるような優しいできるやつをやりたいと思いまして、クソリプとは何かしら。はい、じゃあまずはクソリプカルタのルールを説明しますね、はい、お願いします。今日は非接触で遊べる形で一部ね、ちょっとルールを変更して遊びます。はい、お願いします。読み手は、読み札に書かれたツイートを読み上げます。ここにね、あの、はい、カルタみたいにそれぞれね、あの、食ってもすでに3分割しております。はい、そして読み手以外の2人は、はい、ツイートに寄せられそうなクソリプが書かれた札をね、ちょっとね、全部あの、ここにね、それぞれ全部の、はい、クソリプ の, あのカードがありますので、そこから選んでいただきます。はい、2人とも選ぶまで待つ。この時ね、同じ、クソリプを読んでもいい、選んでも良い。なるほど。はい、そして2人が札を取った後に、読み手は正解のクソリプを発表して、正解不正解を発表ということですね。そして順番に読み手を変更してゲームを続けていって、正しい札を時間までにたくさん取った人が勝ちっていうことですね。なるほど。うん、正しい、嬉しいような、はい、悲しいような、はい、クソリプに今回正解があるということですね。そうですね、正解がありますのでね、ちゃんと、あ、これがクソリプかなって思ってもらって、うんうん、よかったら、あの、みんなは、あの、触れ札ないけど、うん、あの、みんなだったらどういうクソリプ、そう、今日はクソコメ、クソリプコメをちょっとよかったらね、ちょっと書いてもらっていいよ、体勢つけて、はい、あの、クソリプをみんなに書いてもらうかどうしようっていう相談をね、今日はね、あの、出戻りタッキーに、どうしよう、どうします、やめとく、やるって言ったら、やりましょうって言ったんで、みんな、あのよかったら、あの、傷つかない、えぐくない、ライン超えないクソリプを大事だよ。はい、やりましょう。で、ちょっといいなっていう皆様のお気に入りクソリプですか。お気に入りクソリプコメとかあったらちょっと拾ってもらって、はい、じゃあ早速いくよ。1個目、はい、私読み手でいきます。お願いします。今日のラジオは洋楽多めです、はい、なるほど、はい、うん、それのクソリップをください、選んでください。お、選んだらはいって言ってね、はい、もう一回言うよ、はい、今日のラジオは洋楽多めです。まあこれはまあ軽いジャブだよね。今日のラジオは洋楽多めです。多めです。みんなどういうクソリップを、なんかやるの？すごいんだが。この場合。じゃあこれかな？日本語で OK。どうですかね。はい。はい、決めました。じゃあ、アーリーから答えていただきましょう。はい。いきますよ。今日のラジオは洋楽多めです。だからなんですか？うん、はい。ちょっとなんか、なんか背中に汗が止まらない。はい、じゃあ続きましてしらすくんいくよ、はい、今日のラジオは洋楽多めです。絶対面白い。私は見ませんが顔私が言ってるわけじゃないからね、書いてるのよここに。正解を読みますよ、はい、今日のラジオは洋楽多めです。嘘つくな。怖い。嘘だってなる人じゃん。怖いよ。嘘つくな。これちなみに解説があって、相手の発言を否定
定したい一心で雑な批判をする恨み節系クソリップ恨み系恨み節系クソリップ分析されてなんか言い返したいみたいななるほど、はい、こういう感じですねということでまた今だみな今だお二人で、はい、ということでこれ一回使ったやつまた使っても大丈夫ですか。ありがとうございます。どこかの、はい、まだそれは他のストリップではあるかもしれない。そうですね、はい、なるほど。じゃあ次読みて、はい、ね、じゃあ行きます。はい、じゃあこれでいきましょう、うん、みんなおはよう。え、あ、私今日も一日頑張りそれ入ってないっけ入ってるはい、私はおはようにいつも頑張りをつけちゃうんですけど、はい、皆さん、あ、なんかそれってさ、まるでアーリーに私がクソリップするみたいになるじゃん本当ですよ、皆様、私にクソリップをお願いします。今日だけあのクソリップたくさん待ってます。今から寝るんだけどはい、今日だけいっぱいクソリップしていいですよ。いいよ、クソリップ来てるよ。ここの取り札にないクソリップ。夜勤明けやぞ。もう12時ですよ夜勤の人に今から寝るんだよ。やめろよ、アリエチンジのやめろ、アリエチンジのクソコメやめろ起きるの遅くないとか。どう、いけました、いけましたか。バッチリです。じゃあどっちからいきましょう。アリ、じゃあ三宅さんからいきましょう。みんなおはよう、今日も一日頑張り。アピールかよ、気持ち悪い。辛い辛いよ。すいませんすいません。すごい、ごめんなさい、いいと思います。はい、すごい感じました。じゃあ、いや、書いてるんです。お願いします。みんなおはよう、今日も一日頑張り。黙れ。カードが書いてるの、書いてるのよはい、じゃあ、いきますね、はい、よし、落とした。これ正解じゃないとさ、なんかただひどいのがそうですよじゃあ行きます。はい、みんなおはよう、今日も一日頑張りのクソリプは光合成をご存知ですか。あ、待って、答えより言っちゃったかもしれない。厳しい言葉を。すごい、すごい来ました。違うんです、札がちょっと光合成の札があったらちょっと見つからなくて、はい、そうそう、なかった。そんなのです。私の手札にあったかな。しらすくん、ゴー。あ、いけますよ、しらすくん、はい、行こう。すごい、でもなんか今日しか味わえないなんか気持ちよさがあります。心の清い人じゃないと、ただのえぐい。じゃあ行きます。はい、23時からの番組に出てるよ、みんな見てね。なるほど、よくあるあるですね、うん、やばい、なんか21時から、21時からでしたからね。そうですよね、ちょうどですよ、21時から。声優さんはごめん、私ちょっと守りに入るわ。おー、守りですか。ちょっと守ります。そうですね、寝てる、寝てるわ。じゃあどうしようかな。じゃあ、クソリップと思うもの見つけたんで。お、はい、じゃあどうしましょう。じゃあアリサからいきますよ。はい、23時からの番組に出てるよ、みんな見てね。辛いもの食べるとお尻から血は出ますか。なに、誰何、激辛番組に出んの。ちょっとね、クソリップ感ありますよね。ちょっと待って、お尻から血が出てたね。今買えば、びっくりした。びっくりした。クソリップですよね。ヤギさん、お願いします。はい、じゃあお願いします。23時からの番組に出てるよ、みんな見てね。いいね。あ、いい。やっぱちょっとマリエ、確かにちょっと帰ってくるなって思って、ちょっと心温まりましたね。番組の品性は落とせない。いいねリップです、いいねリップ。初ゲストには優しくして。優しすぎる、マリエさんの優しさが出ちゃってるよ。マリエさんの優しさが。お尻から血は出ますかとかわけわかんないこと聞いちゃいました。でも正解何かわかんない。正解いきます。23時からの番組に出てるよ、みんな見てね。知るか。あー、つらい。これが答えなんですね。つらいよ。そう、フォローしてるのにということで、一周してみるのが分かったよね。うん、なるほど、もうちょい強めでもいける子よって、しらすくんのことかな。あ、多分2人とも全然強めで。分かった、じゃあ、大好きです。これはクソリプーカルタだから、うん、そうです、私次いきますね。はい、はい、それでは、有名人かっこ30代男性の投稿。はい、30代男性。
皆さん、アマゾンプライムのことなんて略しますか？アマゾンプライムのことをなんて略しますか？アマプラって答えがないんですけど。あれ？アマプラがないですね。なんだろうな。皆さん、アマゾンプライムのことなんて略しますか？なんか、そう。アマプラなんか入ってねえよ。みんなクソコメ。クソコメ、クソリプカルタに耐性ついて、ちょっとなんかなかなか強い言葉だねって思わなくなってきた。え、どうでもいいんだ。あ、でもこれかな、これこれかな、そうな気がする。ふうる。あ、決まりました。はい、決まりました。じゃあ次はしらすくんからいきます。はい、皆さん、アマゾンプライムのことなんて略しますか？更新すんな、カス。怖い怖い、こんな絶対言われたくないよ。じゃあ次はアーリーいきますか。はい、これ自信ありますね。あ、いくよ。じゃあ皆さん、アマゾンプライムのことなんて略しますか？なぜ省略するんですか？あなたもされたら嫌でしょう。おー、なるほど。そもそもクソついってくる。なんてことを。はい、ということで、正解を発表します。皆さん、アマゾンプライムのことなんて略しますか？なぜ省略するんですか？あなたもされたら嫌でしょう。ということで、あー、正解。ちょっとね、これ省略ポイントがありましたんで。確かに、はい、皆様、まあね、アマゾンプライムって言いましょうね。そう、解説が略することは失礼という暴論で非難する、はい、なんてクソリプ。あ、もうじゃあハッシュタグとか大体全部ダメだ。じゃあまずのこれもダメじゃないですか。いや、ダリのゲーマーすぎるぞ。 CG だから怒っちゃいますよ。クソリプもダメですよね。つまりプライみたいな。全部やられる。はい、じゃあ続きまして、アーリー行こう。あ、私ですね。じゃあこれにしましょう。アーリーは略称で待ってくれる。もうダメだ。やばい。すいません、お願いします。いきます。過去の恋愛について書いた記事が公開されました。はい、これに対してのクソリプお願いします。恋愛系ですね。もう一回いいですか？過去の恋愛について書いた記事が公開されました。あ、はい、ちょっとどうしよっかな。これにしよう。やばい、これ一番の今あのリスナーさんのクソリプひどいですよ。誰も興味ねえよみたいな。ファンやめます。誰も聞きたくねえよとか。どうしようかな。ちょっと付き合っていたのか、俺以外の男と。それ CM で聞くやつ。C で割ります。これにしよう。ちょっと決まりましたか？クソリプ、うん、決まりました。じゃあ次はサホからお願いしたいと思います。はい、いきます。過去の恋愛について書いた記事が公開されました。彼氏と見たかった。彼氏と離れ離れで辛いです。女性リップですね。そう、じゃあ恋愛のねやつがあったので、確かに、うん、あのリップかどうかわかんないですが、ストリップ、うん、なるほど。はい、じゃあ三宅さん、はい、いきますね。お願いします。過去の恋愛について書いた記事が公開されました。私をフォローしてください。そっち系。難しいよね、どっち系で絡むか。なるほど、私をフォローしてください。そうですね、確かに。今日からツイッター始めました。フォローしてください。ありますよね、クソリプですね。報告系の誰みたいなね。フォロワー増やすために。とりあえず多分ツイート文読んでない。じゃあいきますね、はい、正解はですね、過去の恋愛について書いた記事が公開されましたのクソリプ。黙れ。あー、つらい。なるほど、つい。結構シンプルに黙れ、ね、黙れ3文字でした。なるほど、はい、黙れスラッシュとかだったらちょっと黙れ、黙れ、黙れみたいな。黙れ、ふーとか書いてちょいうざクソリプ。才能あったかもしれない。なるほどね。じゃあ次さ、じゃあしらすくん。いいんですよ、サホで。いきます。はい、ツイッターやめたい。おー、これですね。ツイッターやめたいに対して有名人女性の投稿です。なるほど、ツイッターやめたい。あ、これ
やばい、いやもう私はこれ決めた。お、じゃあ私はこれにします。結構いくつかあるんだよね、うん、君。そうなんですよね、三宅さんから今回はお願いします、はい、ツイッターやめたい。お前煽り体制ないよな。やっつい君これもうその前には多分送ってますよね、その人。まだ逃がさないぞっていう感じます。確かに最後にもう一息ズーンときますね。じゃあハリさん、はい、いきますよ。ツイッターやめたい。ヤッホーヤッホーヌブラヤッホー。あ、いい、でもいいかも、ちょっといいかも。いいですか、いいですか。なんかやめたいっていうマイナスな気分になってる時にちょっともうわけわかんない感じのテンション、陽気、そう、陽気な、陽気だからちょっともしかしたらいいかもしれない。あ、元気を与えてるかもしれない、うん、結構対照的ですね、お二人の。確かに実際に送ったリプなんですよね。何に送ったのよ。何に送ったんですかね、これ。何なのよ。じゃあ答えいきますよ、はいはい、ツイッターやめたい。なんでなんで、何かありましたか。僕のクソリップのせいですか。すごい、あの立候補してきましたね。僕のクソリップですから。ブブブブ、やばい、このクソリップなんかの時に使いたかったな。わかります、いいですよねこれね。わかりましたか。僕のクソリップ使いたかった。いいですよね。もったいない。でもまだお前煽り体制ないよ。よし、なかなか正解ないですね。まだ難しいですね。1個だけ、しかも関連性があったから略数アマプラだけっていう。そうですね、省略の。これももしかしたら当たるかも、はい、じゃあ私読みますね、はい。一般人かっこ30代女性の投稿。私は趣味主体で生きてます。おお、なんか該当すんな。結構喧嘩売られそうな。趣味主体で生きてます。私は趣味主体で生きてます。なるほど。あ、でも結構どれでも使えそうな。私は趣味主体で生きてます。ほう、あ、これかな。仕事ができないだけだろう。薬袋以外、いいね、しびれるわ。趣味主体だね。じゃあこれにします。お、いけましたもん。クソついてくる。お二人とも決まった。はい、決ました。お、じゃあアリからいこうかな。はい、私は趣味主体で生きてます。話はそれますが、アニメロボが人型である理由を議論する必要がありそうですね。ちょっと待って。なるほど、趣味、趣味だから趣味関連で、はい、なるほどなるほど、あるねそれも、うん、じゃあ続きまして、サッポ、サッポいくよ。サッポ。私は趣味主体で生きてます。何それ、鳥の餌。うわー、クソリプ。クソリプだな。二人ともちゃんと返さず、ちょっとずらして、近いけどずらし系だね。結構ね、クソリプずれてたりします。確かに。じゃあ正解は、私は趣味主体で生きてます。真面目に仕事しろや。なるほど、趣味、なるほど。結構なんかしっかり上司みたいなこと言ってくれた。まともなこと来たっていうね。趣味主体を職務怠慢と同義に捉えている誤解系クソリプっていう。ああ、だからここに書いてあったんだ、解説が。そう、なるほど、ね、解説。そうなんですね。本当だ。なかなか当たりませんが、じゃあ次は、そうですね、もうそろそろ当てたいですよね。説教系。はい、じゃあこれ、あ、じゃあこれにします。はい。クソリプは全部ブロックしています。はい、これに対してのクソリプね、結構多いですよね、こういうツイートとかもね、うん、ブロックしますって、してますって。なるほど、どうしよう、どうしよう、もう一回。クソリプ始まってる。クソリプは全部ブロックしています。どうしようかな。豆腐メンタル野郎。あ、きつい、きついよ。それがクソリプなんだよ。やばい、クソついみたいに言われてる。それがクソついなんだよ。やばい。どうしよう、迷うね。あ、これどうもクソリプです。つらい。これかな。
ですか？ここかな。お、決まりましたか？はい。さっきどっちから言いましたっけ？好きな方でいいよ。じゃあ次三宅さんからお願いします。クソリプは全部ブロックしています。なんか偉そうだな。あ、ごめんなさい。じゃあ次さ、ほら、はいはい、クソリプは全部ブロックしています。勝手にすればいいじゃん。あ、ごめんなさい。二人ともなんかちゃんとそうですね、結構刺さるようにしなくてもいいですね。やば、ヤッホー、クソリプだよ。最悪だ。自己紹介みたいな。じゃあ正解いっていきたいと思います。はい。クソリプは全部ブロックしています。の対してのクソリプは、クソリプって何？が答えだそうです。いちいち定義を求めてくる愚問系クソリプですということで。なるほどね、愚問系クソリプ。愚問、いやー足んないですね、意外と。意外と。いやでもなんかこうやってクソリプ作るんだっていやー確かに。なんか自分で書くかみたいな気持ち。プラスなんかコメント欄のクソリプがうますぎてちょっと感動しちゃった。いい感じにこう、LINE を超えず、いい感じのクソリプ。勉強になるな。勉強になるな。じゃあ、しらすくん。はい。はい。じゃあ、これいきます。二十歳の頃、遠方でもほぼ毎日女性を家まで送ってあげた。あ、送ってあげたものですが、そのおかげで今の妻に出会えたんですよね。あ、いい話。いいですよね、男性の。なるほど、ね、旦那さん、一般人男性の投稿です。なるほど、家まで送ってあげたものですが、そのおかげで今の妻に出会えたんですよね。ね、どうしようかな。ご結婚した創作落ちた。いいぞそれ。どれにしよっかな。え、迷う。ちゃんと返すやつか。遠方でもほぼ毎日女性を家まで送ってあげたものですがというかね、そのおかげなんですよ。なるほど、妻に出会えたんですよね。あ、これ、はい、これでいきます。お、じゃあ私もこれ、私これでいきます。お、じゃあ今度アリサからいきますよ。二十歳の頃、遠方でもほぼ毎日女性を家まで送ってあげたものですが、そのおかげで今の妻に出会えたんですよね。だから何ですか？だから結構そのもう興味ない感じだ。もうだからっていう感じね。ちょっとね、でもリプは送るっていう。今独身でしょ。いろいろ考えられるね、その言葉。どうも妻です。読めやんか。お願いします。はい、お願いします。20歳の頃、遠方でもほぼ毎日女性を家まで送ってあげたものですが、そのおかげで今の妻に出会えたんですよね。別にそこまでいい話じゃないですよ。なんか本当に普通の会話のテンションで腐ってくるやつ。え、いい話ですかそれ。別に普通のことじゃないですか。確かに、でもちょっとそれはそう。じゃあ正解いきますよ。二十歳の頃、遠方でも毎日女性を家まで送ってあげたものですが、そのおかげで今の妻に出会えたんですよね。別にそこまでいい話じゃないですよ。当たりです。正解です。アピールがよ、気持ち悪い。これかなって思ってちょっと悩んだ。その通りです。いい話のつもりという勝手な前提から非難する非難系クソリプです。つらつらよ。じゃあ続きまして私か、はい、よし、これ有名人かっこ30代女性の投稿。なんか私読むのこんなんばっかりだ。今日で31歳になりました。もういい年ですが、これからもよろしくね。のクソリプをお願いします。今日で31歳になりました。もういい年ですが、これからもよろしくね。決まりました。はいはい、もうこれはこれです。いいよ、クソリプ込め。LINE こうあるからね、ここの LINE でね。これでいきます。早い、2人とも早いです。はい。じゃあしらすくんからいきます。お願いします。はい、今日で31歳になりました。もういい年ですが、これからもよろしくね。私と結婚したいなら連絡してください。080ふにゃ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 。すごい、結婚。やばい、なんか電話番号を教えて。なんか裏を読んだんかな。
やだこんなの。じゃあアーリー行こうか、はい。今日で31歳になりました。もういい年ですが、これからもよろしくね。あなたはまだまだ若造の花ったるです。まずは母親に感謝しなさい。ちょっと怖めですね。この2人いるリプラン地獄じゃない。このリプで実際に会ったやつっていうことですか。答えね。説教おじさんって説教おじさん系ね。まあでもクソリップしてる人はどういうさ、年代のどういう人か書いてないかわかんない。どうせかもしれない。じゃあちょっと正解を読みます。はい、今日で31歳になりました。もういい年ですが、これからもよろしくね。あなたはまだまだ若造の花たるです。まずは母親に感謝しなさい。しょということで、アーリー正解。やったー。いや、なんか嬉しいくないけど、やったー。母への感謝が足りないという勝手な前提で非難する難癖系クソリップ。難癖系クソリップ。なるほど、説教系な感じですね。上の人なのかな、若造の花ったるってこと。感謝してるよ。ね、してるよ。きっと。はい、おい、じゃあこれにします。じゃあ次のツイートいきます。はい。有名人20代女性の投稿、ギターもドラムもできるようになりたーいっていうツイートに対してのクソリプです。楽器系クソリプ、はい、なさそうなんだよね。なりたい、ギターもドラムもできるようになりたーい。いや、みんなクソリップの才能が開花してきたねって言ってくれてますね。誰が幸せになるんだこのゲーム。できるわけねえだろ。ベースもいいですよ。これ決め、どれかな。どっちかな。2つで迷ってるんですよ。わー、これを選びましたか。選びました。じゃあ次は佐保からお願いします。はい。ギターもドラムもできるようになりたーい。メモ4弦目は体育。メモ帳に使われた。リプラメモ帳にされてる。使われた。やばい、できるやつは言う前にやってるんだよね。つらいつらい。あー、ないんだよな。じゃあ行きます。三宅さん、ギターもドラムもできるようになりたい。なんか偉そうだな。くそせ。今度こそ、今度こそ。じゃあ答えを発表していきたいと思います。はい。ギターもドラムもできるようになりたいのクソリプは、黙れ調子のんな、つべこべ言ってないでやれ。怖い怖い。夢を語るだけで思い上がり呼ばわりしてくる上から目線系クソリプですということで。もう教える側の人だ。上から目線系のクソリプですね。みんなにやりたいばっかり書いてたらね、こういうの来るかもしれないね。高圧的ね、確かに。はい、じゃあしらすくんいきますか。じゃあこれにします。はい。有名人40代男性の投稿です。はい。めっちゃ卵焼きうまくできた。いいですよね、日常ツイートで。そうですね、誰のことも攻撃もしてないですし。確かに確かに。ほんまか、こうツイートとしてはだいぶ良くないですか。有名人のツイートとしては。マジか、クソリプ。そんなクソリプな。なんかだんだんいろんな煽り系とか、なんていうの、難癖系とかあるから、難癖系だとこれ。確かにいろいろできますよね。スリップ何系だって。なんかニワトリ側の気持ちになってる人。我が子みたいな感じのお気持ちの方いらっしゃいますね。作らないでも買いますよ。どっちにしようかな。あ、こっち。じゃあ決めました。はい、大丈夫です。じゃあ先に三宅さんからお願いしてもいいですか。はい、お願いします。いきます。めっちゃ卵焼きうまくできた。いつになったらツイッターやめるんだよお前。自己顕示欲に溺れるダサい大学生かって。ツイッターをやめろって言われてる。ただ毎日こういうクソリプしてる結果。だって大学生もなんか傷つけてる。あのそのこの人だけじゃないよ。ダサい大学生も傷つけてる。すごいよ、全方面に似てる。
リサお願いします、はい、めっちゃ卵焼きうまくできた。更新すんなカス。そんなついてた？それになんかその指示あったっていうの。え、でもアーリーと私同じ方向じゃない？ちょっと結構そうですね。どっちだろうね。結構なんか上から一人で二つ送ってるとかもありますよね。同じ人が喧嘩系のやつですよね。ちょっと怖いよ。ちょっと答えいきますよ。どっちだろう。めっちゃ卵焼きうまくできた。いつになったらツイッターやめるんだよお前。自己顕示欲に溺れるって浅い大学生かって。正解！正解です！うるさくない！やだな！一瞬当たってるよ！やだな！やだな！まだ作法、まだ作法だけが当たってなくて。そう、当たらない。確かに。三宅さんと私が当ててるんですけど、すごいなんか嬉しくないような。そう、なんか嬉しいような。なんか当たらないさ、しらすくんの方がなんか効いてるよね。効いてる。もっと上を行くやつ選んでる可能性もあります。どうしようかな。ちょっと当てに行きたいな。あ、これにしよう、はい、も私も心きれいなアピールするね。有名人30代男性の投稿、はい、世の中に不満を言っても時間が過ぎるだけ。今は自分にできることをやればいいんです。私きれいになる。世の中に不満を言っても時間が過ぎるだけ。今は自分にできることをやればいいんです。もうこれピュア、ピュア、ちょっと難しすぎて私これになっちゃうな。これですね、やっぱもうここで使うでしょう、はい、これは。あ、早いですね、はい。じゃあアーリーからいきますよ、はい。世の中に不満を言っても時間が過ぎるだけ。今は自分にできることをやればいいんです。唐揚げあげてるから落ちます。なんでニコニコみたいな。自分にできること。ちょっと難しい話リップしちゃう、ちょっとバカなことリップしちゃう系の。可愛いね。ちょっとじゃあ方向性違うかもしれない。今一番綺麗という印象を持たれてるであろう。綺麗なやつ選んじゃったな。世の中に不満を言っても時間が過ぎるだけ。今は自分にできることをやればいいんです。アピールかよ、気持ち悪い。笑顔でごまかすの。これはもうここでしょ。でも結構なんかいい答えありそう、うん、いい答えな気がする、うん、じゃあ次いきますね。正解は、はい、世の中に不満を言っても時間が過ぎるだけ。今は自分にできることをやればいいんです。唐揚げ唐揚げ。顔以外はイケメンだな。褒めてる、褒めてる、わざわざ顔がイケメンではないと伝えてくる煽りケクソリプです。あ、そう、私とアリサ結構ポジティブだから、そう、褒めてるとか言っちゃった。なんか、ね、褒められたって。イケメンって言っちゃうけど、顔以外はっていうところにね、ストリプが集約されてるってことです。なるほど、なるほど。そう、抑えなければな、イケメンだなっていう答えだからね。 そうじゃなくただのリップだった。そっか、はい、ということで不正解。難しい、むずい。あれ、これどんどん手札が減ってきました。こう正解ができたやつがあったので。そうですね。じゃあこれいきます。はい、はい。スマブラ最新作で実装された機能をまとめてみました。ここ、あ、よくありますね。なるほどね。スマブラ最新作で実装された機能をまとめてみました。まとめサイト的な。あ、これかな。これかな。こっちか。既存のつろ。アクセス数稼ぎたいの？それみんな知ってるよ。辛い。ないないない。それないないない。無駄にない。よし、これで。あ、決まりました。決まりました。じゃあ三宅さんからお願いします。はい、スマブラ最新作で実装された機能をまとめてみました。彼氏と見たかった。彼氏と離れ離れで辛いです。リオチオピール。スマブラからの。そうですね、うわーってなりますね。コメ欄見たらあーってなります。じゃあ次サホいきます、はい、スマブラ最新作で実装された機能をまとめてみました。更新すんなカス。おー、おー、これじゃないですか。そうね、更新してんじゃねえよ。辛いですね、うん、じゃあ行きます。これは当たったでしょ。
スマブラ最新作で実装された機能をまとめてみました。いや、話はそれますが、アニメロボが人型である理由を議論する必要がありそうですね。はい、脈絡なく話したい話題を強引に持ち込んでくる自分語り系クソリプです。ここでか、はい、ここでだ、このさっきのやつでした。なんかコメントではヌーブラヌーブラってヤッホーヤッホーヌーブラヤッホー、なんでここでヌーブラのクソリプになるのかっていう、今回もちょっとみんなの夏気になるな。確かに、逆に何のツイートでちょっとか、確かにこれは何なんだろう、ヌーブラどこで出てくんの。じゃあ次は、じゃあ次行きますか。さほが、じゃあ私これにしますね、はい、有名人20代女性の投稿です。クソリプしかしないやつって小学校の国語ができないんだと思う。これちょっと攻撃してますね。確かに、ちょっともうおこですよこれもう。クソリプしかしないやつって小学校の国語ができないんだと思う。ちょっと学力をね、ちょっとないんじゃないっていう。誰だろう、若干喧嘩が始まりそうですけど、自己紹介落ちじゃないよ。ちょっともう一回お願いしていいですか。クソリプしかしないやつって小学校の国語ができないんだと思う。あーこれかな。じゃあこれでいきます。お、はい、決まりました。あ、決まりました。今度は宮城さんからお願いします。クソリプしかしないやつって小学校の国語ができないんだと思う。メモ、予言目は体育。私これクソリプじゃない気がするけど、これ結構高度に、確かになんかシャレの効いた感じあるなって思うけど、クソリプなのかもしれない。これでそのでも有名人の方がどこまでクソリプかと認定するかを試せますよね。確かに試せる系、うん、いやこれは良質リプだと思う。良質リプ、うん、聞きました。良質ですね。じゃあリバお願いします。クソリプしかしないやつって小学校の国語ができないんだと思う。とだけ書いております。文字でわざわざだってね、つぶやいてるんだもんね。それわざわざプッちっちゃいつにしてますからね、変換で。そうだよね、確かに。あ、これだ、みんな顔見てる。ちょっと先輩、クソリプ先輩がいます。答えいきますよ。クソリプしかしないやつって小学校の国語ができないんだと思う。お前煽り体制ないよな。ここかー、ここです。なるほどね、あちょっと良質だったわ、私のクソリプ。やばい、ちょっと一瞬やばいやばい。なるほど、あお前煽り体制なの、これかー。ここなんですね。ここでですかね。次ね、じゃあこれにしよっかな。はい、いきます。有名人20代女性の投稿、はい、うん、記事が公開されました。私なりの SNS 術も書かれてます。記事が公開されました。私なりの SNS 術も書かれています。なんかまたちょっと前のとは違うよね。これは恋愛の記事が公開されたんだって。こっちはそうですね、ちょっと SNS 術とかインタビューとかのやつかな。なるほど、そうこれかな。でもこういうのって私たちも書くよね。 SNS 術はあるかどうかだけで、インタビューが公開されました、うんうん、あ確かにそうですよね、記事がって言って、クソリップ。あ、できました。いろいろ来るな、お前大して SNS 上手くないだろ。あ、じゃあ待ってここに札があるのか。できまし た, た。よし、じゃあ次はしらすくんから。はい、記事が公開されました。私なりの SNS 術も書かれています。ルーツは古代エジプトの王家ですから、庶民が使っているのは遊びみたいなものなんですよ。あー、うん、返しづらい。ちょっとずれてるし、みんなにリプ編するときこの人にどう返してどう返せばいいのか、うん、エジプトすごいって。そうなるよね、私じゃなく君のっていう。古代リプ、うん、なんか古代リプ。古代リプ。そんなジャンルあるの。古代リプ、アリいきますか。はい、記事が公開されました。私なりの SNS 術も書かれています。うちの Wi-Fi が壊れないか心配です。大丈夫ですか。どんな
業だと思ってる。どんだけ弱々なんだよ。ちょっと容量買わないと。ギガがギガがすごいすごい量まとめてくれてんだろうね多分。ということで、正解はですね、はい、記事が公開されました。私なりの SNS 術も書かれています。私と結婚したいなら連絡してください。080ほにゃららほにゃららここでこれだった。ここにクソリップが実際に来たんですね。あったっていうことで結婚したいと思われている前提で発言する上から目線系クソリップ。あなるほど。脈絡なく確かにリプが来るっていう、ね、すごいですね。私は結婚したいじゃなくて私と結婚したいならですからね。もう、恋愛に関する話何も書いてないのに。そうですよね。こんなネットに電話番号流出しちゃって、うん、確かにそう心配にもなっちゃう、ね、いやネットという海に流しちゃってますからね。じゃあ、はい、いきます。はい、じゃあこれでいこうかな。はい、20代女性の有名人からの投稿です。うん、昨日の動画たくさん反応あって嬉しかったなーです。結構皆さんするんじゃないでしょうか。なんかもうさ、昨日の動画たくさん反応あって嬉しかったなー。なんかこれすでに他の読み札の時にコメントでクソリプ来てたやつを私は言っちゃう感じになっ、いいですよ、全然いいですよ。これかな。見てない、見てません。これですか、かな。じゃあ準備できましたか。はい、じゃあ次は三宅さんからお願いします。はい、昨日の動画たくさん反応あって嬉しかったな。嘘をつくな、盛るな。カウンター全然回ってないぞ。リップに書かないでよってやつですね。じゃあいきますね。はい、次サボです。昨日の動画たくさん反応あって嬉しかったな。面白くないものを押す意味がわからない。あ、なんかこう見てる人たち他の人に対してもファンの人に対してもごめんじゃんってやつですね。ごめんじゃん感じに怒ってますね。正解言っていきたいと思います。はい、昨日の動画たくさん反応あって嬉しかったな。クソリプはですね、辛いものを食べるとお尻から血は出ますか。ここで分かんなかったよ。何の脈絡もなく下品な質問をぶつけてくるセクハラ系リクソリプですということで。なるほど、はい、何の脈絡もなく、はい、あなたはそうなのって聞きたいもんね。そうなのって実体験なのって。またお前かよって。当たんない。え、難しい。じゃあ最後、おしらすくん、どれにし、どれが残ってるのかも分かんなくなってきましたね。なんか結構さっきので当たりかなって思って絶対面白い私は見ませんがが違った。あ、そう、確かにコメントでもあったのに、あ、これかって思った。違った、違う、もうお尻系だった。何も脈絡なかったですね。確かにどれ来るか分かんない。じゃあこれにします、はい、家事代行、あ、一般人30代男性ですよ。はい、家事代行サービスがすごすぎるんだが。おー、うん、いいですね。やったことないけどすごいんですよね。家事代行サービスはいかがでしょうか。いや、これか。え、プってまだ出てないんだよね。出てないです。プか、これかな。じゃあこれ、あれ、これ言ったっけ。これ言ったやつだ、はい、そうだな、はい、これでここかな、はい、金持ち自慢かよ。それくらい自分でやるよ。あ、いいですね、連動上がってきてますね。人生も代行してもらえよ。じゃあアリサからいきます、はい、家事代行サービスがすごすぎるんだが。私をフォローしてください。ここでちょっともうだから一般の方のやつに来るやつだから、はい、もう多分もうものすごい量送ってるのかな、うんうんうん、いっぱいいろんな人に、はい、ね、もうだってフォローしてくださいって、その人のリプラ見たらそれしかないかもしれない。対等上満来ました。ゆうさんお願いします、はい、家事代行サービスがすごすぎるんだが。やっほーやっほほーぬぶれやっほほー。やばい、この二
構いますね、あのツイッターに浮上しがちの多分今度こそ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 ヌーブラトをフォローしてください。じゃあ答えいきますよ。家事代行サービスがすごすぎるんだが、人任せはいかがでしょうか。その声にはマインドフルネスの効果があるんですよ。何そんなこと。有識者立場からデメリットだけを挙げて非難する難癖系クソリップです。難癖系クソリップ、自分でやりよけね。そうそうそう、なるほどっぽいですね。そっか、ちゃんとマジレスしちゃう。マジレスしちゃうんですね。ちょっとちゃんと話に合ってる変身だけどっていう、確かに意識高そうとか ね、 ね、知識マウント。なるほど。クソリップにまたその煽りがみんなでつながっていく世界が広がるね、はい、っていうところでね、ちょっと時間になってきましたので、ちょっと合計の正解札数を確認したいと思います、はい、姫が2ポイント、姫2ポイント、ひよけさん、ひよさん2ポイント、2ポイント、ひらすさん0ポイント、0、ひらすくん0ポイント。心が清いんじゃないですか。清いか、もっとあれか。ということで、まあクソリプカルタはアーリーと、まあ、リッティの勝利でした。あー、なんか実質ひらすくん確かに、なんか確かにそうな、あれあれもそうなの。そうですね、ちょっと誰が優勝っていう扱いにするべき。そうですね、なんか結構空回りクソリプっていう女優情報ですね。はい、ということでですね、はい、どちらが優勝したかはおのおのに、あの心の中ということで、優勝した方はですね、今回得点があるよ。なんだと、はい、優勝されたそれぞれの優勝者のお二人にはマリエ GG のアカウントにクソリプできる権利を与えます。すごい、なんか壮大な BGM かかってますけど。いや、毎回さ、収録後にみんなで撮った写真をあげてるんですね。今日こそありがとうございました、はい、そこによかったらクソリプしていただける。これ番組知らない人見たら、私送ったらなんだこの音声ってなってますよね。やべえやつ、いいなみたいな。その回の欲しかったな。おい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 、しかしも実質勝ったから、いや、お二人に、初めてのこのご褒美です、うん、この系のご褒美、私初めていただきました。リップするのにいつもなんか5回ぐらい呼び返してるのに。ちょっと初クソリップ、はい、みんなにはね、ないから私たちだけの特権ですもんね、はい、はい、ちょっとよかったら誤解されない補足を入れてクソリップをお待ちしております。罰ゲームです。罰ゲームじゃない、プレゼントですから。ご褒美ですもんね。失礼いたしました。はい、ということでですね、はい、前半はここまでになりまして、ここでですね、はい、ギルドからのお知らせです。あ、うん、当ギルドではお便りを募集しております。運営コメントのリンクのフォームからお送りください。はい、そして番組に関する情報はツイッターでお知らせしておりますので、ぜひフォローしてください。はい、ハッシュタグはですね、マリエ GG になっております。続いてギルド会員限定グッズ情報です。フルグラフィック T シャツ、ギルドエンブレムマスクのすずりさんで好評発売中です。よろしくお願いします。かっこいい、めちゃくちゃかっこいいですね。なんかしてるやつですね。グンの感じが。ゲストの皆様の告知ですね、アーリーからお願いします。はい、はい、なんか全部ツイッターやっておりまして、ツイッターの方に情報をいろいろ載せておりますので、あのフォローとかチェックしてくれたら嬉しいです。お願いします。ありがとうございます。そしてしらすくん、私もツイッターをやってるので、そちらでよろしくお願いします。むずいこれ。ありがとうございます、うん、そして私からの告知、9月17日土曜日にラナミナのお見合い〇〇秋祭り2022のイベント第2部の方のゲストでお邪魔します。チケット発売中なので、よかったら遊びに来てください。行くしかない。そして次回のマリエ GG はですね、9月30日金曜日放送予定です。よろしくお願いします、はい、じゃあ後半の告知をゲストのお二人からお願いいたします。はい、この後は関係休憩の後、ギルドメンバー限定の後半生放送をします。はい、後半はクソリプで汚れてしまった心を浄化するために対戦アクションゲームでストレスを発散しますので、なんか次のゲームもなんかめちゃくちゃ面白そうなので、皆さんぜひ来てください。はい、そしてね、それで果たして私たちの心の汚れは落ちるのか。ギルドの上納金は月額550円、気になった方はもうこの機会にぜひギルドに入ってください。というか、もう入ってますよね。ね、もう、はい、入ってる、全員入
後半の開始時刻は運営コメントご確認ください、はい、それじゃあ休憩の後にせーの集合楽しかったです。まだ後半あるの